ベーカー、南人工衛星追跡用カメラスミソニアン、天体物理観測所によって、人工衛星の追跡を目的として1958年に、東京天文台三鷹観測所に設置された、ベーカー南カメラベーカー南カメラとは、人工衛星の光学追跡を目的とする、光学望遠鏡である。シュミット式望遠鏡の一種で、反射屈施設光学系の天体カメラである。 格子視野を得るために特殊な3枚の飛球面の補正板を備える。ヴァンガード計画の一環として、ジェームズ・ジー・ベーカーとジョセフ・ナンによって開発され、パーキン・エル・マーシャで生産され、ボーラーチブンズによって組み立てられた。このカメラは1958年8月にスミソニアン天体物理観測所によって人工衛星の追跡を目的とする STP 観測網を構築するために、 アルゼンチン、オーストラリア、キュラソー島、スペイン、日本、インド、ペルー、南アフリカ、イランとアメリカ国内の3カ所に計1 2台が設置された。もともとは、バンガード1号の観測を目的として、世界各地に設置されたが、先にソビエト連邦のスプートニク1号が打ち上げられたことによりスプートニクの追跡データをもたらした。それらのカメラは、 STP 観測網が解体される1991年まで運用された。それらのカメラの1台は小天体追尾計画で使用するために再整備された。日本に設置された1台は当初は東京天文台三鷹観測所に設置され、1968年に同平観測所に移設され、現在は姫路科学館にて展示されている。ありがとうございます。